こんにちはまああの朝のライブ放送終わって何時間が経つと、まあ、ほとんどのライブ放送の参加者さんが出勤していきましてねまあ今同じように多分ライブ放送してもいつもの視聴者さんはいないんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあそれぞれの職場でそれぞれの社会を守っていくのはすごく大切なことだと思いますんで、まあ、そこはね、えー、頑張っていただきたいかなと思いますけどももし自分に 選択肢があるとしたらあその生活を続けるのかそれとも別の選択ができるんだったら別の選択をするよっていうのかまあどっちかなということで今回のテーマは量ってて書いてますね車両の量であったり両側の量であったりするわけなんですけどももし選択肢が両方に広がっていたらもしかしたら今日出勤するって選択をしなかった方もいるかもしれないですよね。もし今日出勤するという選択選択をばばなければ まあ6時半とかに起きる必要もないし奥さんは朝食を準備する必要もないし会社の方もね受け入れ体制を取る必要もないしだいぶ世の中って変わるのかなと思うんですよ。本当たった一人の行動の選択によって周りの人がいろんな影響を受けてそういった複雑な組み合わせの中で暮らしができている中でうんやっぱり急にビジネスをね志してもなかなかそれは変わらないと思うんですよね。うんやっっぱり人っていうのは あるビジネスにおお金を出すととししたらお客さんの気持ちとしてね今まで予定になかった出費をおまあこっちの出費に使うってことなんである一定の動まあけどそうすることの積み重ねが人生を変えることであってえライフスタイルの変化であってねこの突然何かが起きない人生には突然何にも結果がもたらされないってことになりますのでやっぱりこう突然の連続 ってい,うのにいかに対処できるかってていいううののが人生を変えていける、まあ、コツなのかなかと思うわけですよね急にそんなこと言われてもっていう人はやっぱり急な変化に対応できないんでやっぱりこの時代の速さの中では落ちこぼれていくんではなかろうかと心配するところがある中でまああえてね遅い歩みを取る人っていうのはそれは選択肢があってよろしいことだなと思うんですよ。ただ残念ながら その選択肢しかないことを、まあね、なんかこう悔し紛れにいやこれでいいんだっていうふうなことをね考え始めるとちょっと先がないかなと思うわけですよね。うん、まあ必ずしも人生っていうのは両輪が必要だとは言いませんけどもただやっぱりね選択肢が1個だけになっちゃったっていうのは非常にやりにくいことなんではなかろうかと思うわけですよね。<laughs> せめて2つ以上の選択肢を持つようにしていった方がいいかなというというころでございます。うん 今日のランチもね、うん、自宅にいれば自炊っていう選択もあるしちょっとね米がいこうかって話にもなればいやラーメンがいいかなとかね焼肉にしようかとかゆったりと2時間ほど時間をとってビュッフェにホテルビュッフェに行ってみようかっていう風にランチ1つとってもこれだけ選択肢がある中で弁当持ってきたから弁当だけとかね予算が限られてるから500円以内とか300円以内で食べれるランチを探すとかなってくることもあるわけですよね。 まあもちろん受け取り方や幸せの感じ方それぞれなんですけども選択肢が多い中でカップラーメンを選ぶのかカップラーメンしかなくてカップラーメンを選ぶのか何か食べながらも感じるものが結構違うのかなと思いますけどもいかがですかねまあ今回は両側の量ということでお届けしました。